りのままの自分に自信はないし、譲れないものなんてわからない。ヘアスタイルも服のセンスも誰かの真似だった。どこかで声がささやく、自分らしく、あこのままじゃ多分ダメなんだって。周りに合わせた理想像に迷ってもがいてしまうけど、誰の真似だってかぶれだってそれでいいじゃないか。バカにされたって怖くたってこれだって言えるもの。傷だらけになって探し出したオリジナリティ、そこで出会うのが自分なんだぞ。人が貯めると書いた個性ってやつに縛られてちゃ元も子もなくて、オリジナリティ。